まあ今回は同じクレーン車ということで、ゴーゴークレーンを引っ張り出してきました。チャンネル登録およびメンバーシップへの登録をお願いします。皆さんこんにちは、ジェイソールゴブルだ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイターレースカー輸送車の続きになります。前回の動画でこちらのレースカー輸送車を組み立てました。今回はこちらのクレーン車に組み替えます。レースカー輸送車の動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせて見てください。はい、それではクレーン車に組み替えます。クレーン車です。はい、レースカー輸送車からクレーン車に組み替えました。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で25分かかりました。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。このクレーン車は前回作ったレースカー輸送車と同様にグリーンがベースになっております。正面からはこのようになっていて、側面はこんな感じで、上から見るとこんな感じで、後ろからはこんな感じです。では近くで見ましょう。まずこちらが運転席部分になっております。前回の輸送車同様に黒いカーブパーツで再現されております。この部分がライトで、これがドアミラーで、ここがライトとグリル周りになっております。ちなみになんですけど、このクレーンはここに引っ掛けることはできません。いや、これ引っ掛かるかなって思ってたんですけど、これ引っ掛からないですね。はい、続いてはクレーンの操縦席部分はこのようになっております。ミラーの部分は黒いパーツで再現されております。後ろ側の造形については結構簡単なものになってます。タイヤがありますので、このように転がし走行で遊べれます。続いてクレーンの根元がヒンジになってますので、このようにクレーンを稼働することができます。最大ここまで動きます。続いてクレーンの操縦席がピンパーツでこのように回転します。クレーンの先がこのようにヒンジで動きます。このクレーンの稼働なんですけど、このままだと動かなくて、一回上げるとこのように稼働させることができます。ちなみにストッパーはこのようになっていて、このようにすっぽりと収まります。いや、これは素晴らしい。クレーン車にはこちらの荷物がついてきます。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。荷物についてはブルー系の色で作られております。で、先ほどの荷物をこのクレーンの先に取り付けることができます。はい、取り付けた状態はこんな感じです。では最後に大きさ角いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。大きさはミニフィグサイズじゃなくて、まあどっちかっていうとマイクロミニフィグサイズだなって思います。やっぱこのクリエイターの残念なところは、やっぱミニフィグ乗せられないところですよね。じゃあ続いてレゴマリオと比較するとこんな感じです。これもスケールが全然違いますね。マリオ乗せるってなったらもうちょっとデカめかなって思います。じゃあ続いて大きさ的に似ているレゴスピードチャンピオンと並べるとこんな感じです。長さについてはレゴスピードチャンピオンよりちょっとちっちゃいですね。横幅についてはレゴスピードチャンピオンの方がちょっとでかいです。では最後はこちら、じゃーん、ゴーゴー戦隊冒険者のゴーゴークレーンと並べるとこんな感じです。まあ今回は同じクレーン車ということで、ゴーゴークレーンを引っ張り出してきました。ちなみに大きさはというと、なんとほとんど同じですね。ただ全体的な造形が全然違いますので、まあ別物っちゃ別物なんですけど、大きさが一緒なのなんかすごいな。はい、レゴクリエイターレースカー輸送車のクレーン車はこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターレースカー輸送車のクレーン車に組み替えてレビューしてみました。まずこのクレーン車自体の造形がすごいよく作られていて、とても素晴らしいと思いました。そして意外だったのが、冒険者のゴーゴークレーンと大きさがほとんど一緒なところが結構面白いと思いました。次の動画ではクレーン付きの輸送線に組み替えます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。